皆さんこんにちは、アイズニーワンダーランドのアリスです。今日はいつも紹介しているローカルのツールの使い方から少し視点を変えて、私自身の AI 環境についてかなりリアルな話をしようと思います。ズバリ、私が今現在自腹で契約している AI サービスをすべて公開します。それがこちらになります。じゃじゃーん。こうやって並べると結構な金額になりそうですね。チャット GPT、Google Gemini、Cloud、Kling AI、Domo AI、Suno AI、そしてこれはサブスクではないのですが、Topaz Video AI も使っています。まあ、金額はね、かなりいくんですけれども、これらをただただ闇雲に契約しているわけではありません。それぞれの AI には明確な得意分野、不得意分野があって、それを理解して適材適所で使い分けることで仕事の効率もクリエイティブの質も劇的に変わるんです。今日は私のこの AI チームが普段どんな風に連携して働いているのか、その裏側をたっぷり紹介します。この動画を見ればそれぞれの AI の特徴がざーっと大まかな感じでわかると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。まずは私の日々の思考や事務作業を支えてくれる、いわば3人の優秀な秘書たちです。チャット GPT、クラウド、そしてジェミニ。彼らが全員文章を生成する AI ですが、私は完全に役割を分けています。まずはチャット GPT。最近は少し出番が減ったとはいえ、彼の一番の強みは会話の安定性ですね。長いラリーになっても文脈を見失わないし、視覚的ハルシネーションも少ないんじゃないかなと思っています。なのでまだ形になっていないぼんやりとしたアイデアを壁打ちしたり、あと長い会話が必要な内容を話していく、相談していく相手としては非常に信頼しています。次にクラウドですね。クラウドは敏腕作家であり天才エンジニアって感じですかね。やっぱり日本語の文章を書かせた時はトップクラスですね。すごく自然でいい文章を書いてくれていると思います。そしてさらにすごいのがこのプログラミング能力だと思います。例えば作業効率を良くするために Python のコードを書いてもらうことって結構あるんですけど、このクラウドオーパス 4.5 に任せると一発でコードを出してくれる確率が非常に高いんですね。一発で結構欲しいものがそのまま出てくるっていう確率が高いと思います。まあ他のでやると結構まずまずのが出てくるんですけど、デバッグ作業が必要なことはまずあるんですね。デバッグ作業の手間が減るイコール私の自由な時間が増えるということなので本当に助かっています。ただ問題点としてはこれ会話制限が結構厳しいので、何でもかんでもクラウドをパス 4.5 に頼んでいると結構習慣、もうこの週は使いませんよみたいな形になることがあるので、そこが欠点ではあります。そして最後、私のチームで急速に信頼を高めているのがこのジェミニですね。彼の担当はリサーチ、そして最後の砦ということになっています。やっぱり Google 検索と連動しているので情報の鮮度、正確性が違いますし、私がよくやるのはクラウドに文章を書かせて、その文章をジェミニに検証させて正しいかという連携プレイですね。専門的な内容を含むドキュメントなんかはジェミニにこれ間違ってないと厳しくチェックさせます。もちろん最終的な判断は人間である私がするんですけど、このダブルチェック体制によって私がチェックしなきゃいけない部分、直さなきゃいけない部分っていうのは確実に減っていると思います。あとジェミニでありがたいのが長い文章を一括で読み取ってくれる、トークン数が非常に多くてもいいというところですね。例えばこういう YouTube の動画のストーリーボードを一発で理解してもらったりとか、以前ちょっと試した長編のライトノーベルなんかを書けるかどうかっていう時にもこのトークン数が多いというのは非常に役に立っていました。次に皆さんが一番興味があると思う画像生成チームですね。これは私の目となり手札となるチームなんですけれども、ここではクラウドの便利さとローカルのこだわりをコストを見ながらハイブリッドで運用しています。まずやっぱり最近の衝撃はジェミニのナノバナナプロですね。これはもう革命的でした。画像の中に日本語のテキストを入れたり説明用のスライドを作ったりする場合、今までは文字化けとの戦いでしたが、ナノバナナプロはそれを完璧にこなしてくれてます。資料作成のスピードが桁違いになりました。実際今日の番組のスライドもナノバナナプロを活用して作っています。もうそこまでいけばナノバナナプロだけでいいじゃんと思うかもしれないですが、やっぱりコストの問題がありますね。課金していてもバンバン生成していると
上限にしかかってしまいますので、やはりそのあたりはローカル環境で画像が生成できるというのが大きいと思います。特に最近出てきたこの Z イメージは生成速度も速いですし、消費する VRAM も控えめ、そして何よりもかなりリアルな女性、可愛い女性を生成することができますね。アニメ系に関してはあまり得意じゃないという噂もあるんですが、ちょっとローラなんかをね使ってうまく生成するとかなり綺麗なアニメ系の画像も生成できます。あとノット製法ワークなんかも私はあんまりやらないですけれども、生成する方にとってはやっぱりピカイチのローカルモデルじゃないかなと思いますので、これを使うために NVIDIA の GPU が入ったパソコンを買うというのもありだと思います。あとはここにはスライドにはないですけれども、チャット GPT の画像生成もかなり進化しました。キャラクターの固定は完璧ですし、あと英語であればテキストもほとんどミスをすることがないですね。キャラを固定してどん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 生成するという部分においては、このチャット GPT の画像生成はナノバナナに完全に匹敵すると思います。そして一番コスト管理がシビアなのが動画生成チームですね。動画生成はクレジットの消費が激しいので、適当に使っているとあっという間に予算オーバーになってしまいます。ただ AI 画像生成をしている人たちにとってはこの動画をなんとかしたいというのが大きな願いだと思うので、ここをどう工夫しているのかを紹介します。私がやっぱりここぞという勝負動画を作りたい時に信頼しているのがクリング AI とジェミニのベオ 3.1 ですね。特に動きが大きいダイナミックな画像を作りたい場合は、ベオ 3.1 がやっぱり素晴らしい仕事をしてくれます。クレジットの消費は高いんですが、それだけの価値はあるんじゃないかなと思っています。クイング AI は、イメージ2ビデオがやっぱり非常に得意で、特に使いやすいのは、イメージを提示すると、ディープシーク逆推論で、そこからプロンプトを推測してくれるんですね。プロンプトをいろいろ覚えるのも大変なので、向こうから提案してくれるというのは非常にありがたいところだと思います。非常に使ってますね。で、コスト高いんですが、私がよく使うのは 2.5 ターボっていうモードで、それも画質をちょっと落としたバージョン、それを使っています。それでも十分綺麗で、さらにコストが安いということで、それで10秒の動画をよく作っています。アップスケールは実は後からしているということですね。そして、それよりもちょっと画質が下がってもいい日常的なものでよく使っているのがこのドーム AI です。このドーム AI もサブスクが必要なんですが、一度サブスクしておくと5秒以内の動画、イメージ2ビデオ、テキスト2ビデオに関しては5秒以内の動画をリラックスモードというモードで生成することができます。なんとこのリラックスモード、クレジットを使用しないので実質無限に生成できるんですね。ここは非常にこのドーム AI の強いところだと思います。ただ、注意点はリップシンクとか、あとモーショントラッキングなんかは、このリラックスモードに対応していないので、あと10秒の動画とかも対応していないので、そのあたりは使い分けが必要になるかなというふうに思います。そして、やっぱりモーショントラッキングとか、そういうところに関しては、かなりコストが高い。サブスクを使うとすぐにクレジットなくなっちゃうんで、ここはローカルで何とかしたいところですね。なので今後もアリスの動画では 1.2.2 なんかを使ってどうやってモーショントラッキングをうまくしていくかということもやっぱりずっと追っていきたいなと思っています。私もそこに関してはローカルじゃないかなというふうに思っています。で、先ほどから出ているアップスケールに関してですけれども、ここでトップアーツビデオ AI を使っています。トップアーツビデオ AI は、まあ、安くはないですけど買い切りというのが非常に大きくて、たくさん動画を作る場合はリーズナブルなものじゃないかなというふうに思っています。ここで私は 1920×1080 のフル HD、 そしてフレームレート 30fps に互換してトークをしているわけです。ただまあ注意点としてはアップデートするためにはやっぱりサブスク契約、年間契約がいるので、そこお金がかかります。私は去年買い切ったものをアップデートせずに使っているっていうのが現状ですね。それでも十分早くて綺麗です。コンフィ UI でもアップスケールとフレーム保管できますけど、あれ途中で止まっちゃうことが結構あるのと、あとはちょっと時間がかかりますね。まあそのあたりで重宝しています。ちなみにソラ2ですが、あれも素晴らしいんですが、やっぱり動いてしまうウォーターマーク、あれの処理が困っちゃって、やっぱ使ってないです。
あれはもう使うとしたら 1.2 のモーショントラッキングの元動画のダンス動画を作る。まあそのぐらいですかね。声がねすごく綺麗で、日本語の音声も非常に滑らかに喋ってくれるっていうのはいいんですが、まあなかなか使いにくい。あと画質もちょっと低いですね、プロじゃない限りは。というところで今は様子見の状態です。とまあ一気に紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。最近はこれらに加えて Google のノートブック LM や、あとバイブコーディングができるアンチグラビティなど Google 製品の使用頻度がどんどん増えているというイメージがあります。あと音楽生成の数の AI に関しては、正直また BGM の作成ぐらいでしか使えてなくて、クレジットが余っちゃってる、ちょっと期限切れちゃってなくなっちゃってるっていうのが現状です。これ V5 はどうしても使いたいので課金は継続してるんですけれども、もうちょっとうまく活用できたらなというふうに思ってます。ただ出来上がる音楽は本当に素晴らしいので、これからも活用をどうしていくかっていうのを模索していきたいなと考えています。このようにこれからの AI's in Wonderland では、単に今までのねツール、ローカルの画像生成すごいというのだけではなくて、まあこの AI をどのように使っていくか、そしてそれがまあ私たちの生活にどのように影響を与えていくか、個人でどのように何かをまあ表現していくか、というのも含めてですね、皆さんと一緒に考えていけたらなというふうに思ってます。これに関しては私もまだまだ、まあ実験の途中ですね。ですので、この試行錯誤も含めて楽しんでいただけるとありがたいなと思いますし、コメント欄の方で、まあ自分はどうしているというようなことを教えてもらったりね、そういうコミュニティの場にしていただければ非常に嬉しいなというふうに思います。あと最近始めたこの、メダリーチャンネルですね。こちらの方は、まあもともと原稿を作っているお医者さんは正しい医療情報を伝えたいということが目的ですけれども、アリスにとってはこれは AI を実践する、まあ、実験の場になっています。なるべく効率よくたくさんの動画を生成するために、まあどうしたらいいか。この画像のね、この動画の中では結構たくさんの AI 動画とか、あとスライド画像を使っているので、まあどんな風にやっているのかなって興味のある方は、こちらもチェックしてみてください。それでは、今日は最後までお付き合いいただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。